の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、リオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労、ご苦労は諸君。声でけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも遅れるな。了解。悪いから真似しないでちょ。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。あっという速さだ。死なんか踏まれてる。チクソ、やらせるか。何フィニッシュ。
待ちなさい。今は艦隊のご用。何言ってんだ。リオはエースを引き返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。バカ、何をしているの。早くドライブ軌道に移しなさい。リオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかない。データベースが新型、ファイルーンの新型。また新型かよ。リオのデータベースが新じゃないのか。そう、姉さんと違って発射スピードが少しだけ、すべての情報を持っているわけです。敵地に何でも知ってるのかと思ってたね。それの理由は知ってる。あなたの恥ずかしい。そんなもん、いい、今はそういうところじゃないだろう。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ。テイト君、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたい。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。ヘイト君、この信号、機関にいたアクシスだと。それは彼らは、あの決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、グラートさんは。いや、無理だ、迎撃してください。そう、うまく脱出してくれよ。12式で普段から高エネルギー反応手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。他ならぬ地球人自身。君は一体何を言っている。説明しろ。うるさいわ、そのメガネ入っ
半減ではない。これ遊っているのだ。でもそんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいかもしれない。3週間看板清掃をしたきやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたと悲劇にならない。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放置すると郵便にとって放置東大生を謝らせて。とどめは我が官人任せたまえ。天キャノン撃ち抜け。あの時もそうだ。同じ連合軍の手にリタークシスは落とされ、あれはひどいわ。火を足らないのに競技館の連中は実験参加に送り込む傍らで、ごっきりにカエルーンと交渉を続けていた。そして金銭協定が結ばれ、競技会はカエルーンが望むものを差し出す代わりに借り込みの安寧を終える。カエルーンの話は身を守るために使わされた勇者たちが一転、カイルーンにとってもクラッシュが変わります。同じようにね。それで仲間割れを慕ってるか。勝手に
エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは行幸自由さか。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の手に、大陸の真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっき、取り逃してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。帝王は確かにルークスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。心外だわ。あなたにそんなことを言われるなんて。これからはもっとお兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。
けるわ。惑星地図確認、全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため。一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。ここはうちは初めてだったか、小僧。グラートさん、気にするな。走馬灯ってやつだ。俺来たよ。
立派に戦えてるだろ。何言ってやがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。大体お前何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの？壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの？ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない。帰る家だ。そうだろ？リオ、どうして？確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。いいか、エスト、君は耐えれるんだ。居場所は俺とフィオが作る。必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。
どり着いたぜ。戦えるわ。今の私たちなら。期待は私の、私だけの憎しみ。ルーナさんにいいようにはさせない。このまま決着をつけましょう。提督、何をしている。早く行ってこい。長くは待たせるな。ヤソロ、あの野郎、どこへ向かってる。ハイルーン母星、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか。悪魔の例え。データ同士の神経機能を使ったところで、実際に実際算数が落ちてるし、実際に数値に到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのファイルを倒せるんじゃないのか。残念、そうしてやりたいと無理に、すぐに別の場所で再構築するみたいよ。ウイルスでも流し込むとか。問題があるなるべく解除、やはり再構築するのだ。このためのジャッジしてリアル。ねえ、私にいい考えがある。あのね、うわ、えげつねえ。試してみる。そう、さすがだ、姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々も侵略しているのね。許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセントート。
ディオ、エスト。ええ、任せて。何を言っている。ドークレスの権限で却下。異物の加速なるべき増殖を確認。速やかな排除の実行指示。却下却下。消えるべきだと思えるだろう。こらディアグラは増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。パイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびにディアグラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったままね。使用上あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもない。一度始めた協議は終わらない。永久に。我々はあなたたちはこれからもこの宇宙に存在し続け、もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。ふたおさんパネース、我々は、私は、いつも言ってるだろう。何して、なんだ、何にもしてくれないじゃない。がっかり。もう少し気を使ってください。お願いします。あら、このゲーム面白そうね。どさくさに紛れてお前まで入ってくるんじゃない。私たちはホログラムのようだから、どこにでもいるし、どこにもいない。何それ、俺のプライバシーとか関係ない設定。おいエスト、なんで俺のマシンで画像検索とかかけてんだよ。マジでふざけんなよ。とにかく着替えるから二人とも出てってくれ。着替える、紳士たるもの、いつ何時客が訪れてもおもてなしできるようにしておくものだ。まして客を待たせるなど言語道断。客ってあんたかい。てか私服だっせー。ユーキスの名産能力を相手になかなかやるわね、デドク。ハッ、私の腕も捨てたものではないな。ゲーム始めてんじゃねえよ。お兄ちゃん、これはどんなに大会うるさいって。人は過去に縛られるものだ。悲しい記憶も美しい思い出も同じように今の判断を鈍らせる。分かってるって。将来ハゲても気にするなってことだろ。違う、クラートの背中を追うのも追わんのもお前の自由という話だ。そうだな、最近はいろいろ試してるよ。傭兵の道にも未練がないとは言わないけど。私も養父との関係ではいろいろと悩んだものだ。あんた養子だったのか。道理で気に入らんだろうが、我々は似た者同士ということだ。もし行き詰まったら火星に来い。せいぜいコキ使ってやる。火星だって、結局軍からは追い出されたんだろ。ファイルーン襲来の折、あの星は地球連合に真っ先に見捨てられ、今なお復興もままならない。元連合軍将校として果たさねばならぬ責任があるのだ。相変わらず律儀だね。あの機体はどうしている。アッサか、偽装して裏に置いてあるよ。ほら。なんだと。全然わからん。へへ、だろ、ルーキスって便利だよな。彼女たちも懸賞なようで何よりだ。実はあの戦いからずっとルーキスの力が増し続けているらしいんだ。強心とかなんとか。初耳だぞ。問題はないのか。わからない、いずれは世界を作り変えちまうほどの力になってしまうかもしれない。そんなものを本人たちが制御していけるのかどうかもな。世界、それではまるで、まあこの先も何があろうと
俺はありのままのあいつらを受け入れる。それだけさ。そうか、そうだな。そろそろ出発の時間のようだ。もう行くのか。いろいろとありがとう、提督。いずれまた会おう、ロイベケット。しっかり守ってやれよ。ようそろ。すでに関係各所のデータは改ざん済み。いやいやいや、そういうことじゃなくって。